皆さんこんにちは、無課金プロスペース研究家のフォルテです。少し遅くなってしまったんですが、 OB 第3弾の選手獲得をおすすめな S ランク A ランク選手ね、紹介していくのと、ランキングの進み具合をね、前回の TS2 弾のトラベラーの時と比較したものを紹介していきますので、まあ、どのくらいまで最終頑張り良さそうなのかなっていうところだったりとか、エナジーどのくらい合計で使うのかなみたいなところ、ざっくりとした目安は紹介いたしますので、よければ参考にしてみてください。このチャンネルでは自身も無課金でプレイしている経験から、無課金初心者の方向けな情報を中心に動画作っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いしますとやっていきましょう。最初に最新情報の確認ですね。ジュニアトーナメントプレイヤーというガチャが登場しております。11名かな ?12 名じゃないんですけど、揃ってないですが、11名というところになっておりまして、このガチャシステム的には悪くなかったりはすると思うんですが、言うてもでも確実に当たるっていう保証もないのでね、選手のラインナップ等も含めて、まあ、わざわざ引くべきっていうところではないのかな。優先度は少し低いかなというふうに思いますが、まあ、ちらほら将来有望な選手であったりとか、まあ、現時点でもリアタイとかで使える選手もいたりしますので、一応注目点かなといったところではあります。では続いて OB3 弾の獲得をおすすめ選手というところで S ランク A ランク含めてね、別で話をしていこうと思うんですけれども、まず S ランク12球団オーダーでリーグ補強したい方っていうところでおすすめ選手なんですが、まあ、正直まあいないかなといった印象ですかね。まあ、どうしてもなんかスタミナ型8人揃えたくてねっていう方で、中継ぎ適正の9位スタ同値の A バンチ選手がいいっていうところもあったりしますけど、まあ、請求も低かったりしますし、まあ、A 同値も難易度が高かったりするので、まあ、そんな優勢度がね、低くなってくるかなっていうところがあります。また、まあ、メッセンジャー投手もね、9位スタメンの A 同値が一応可能ですが、まあ、勝負も難しいですし、ってところですね。まあ、比較的、ミバ同値であれば、A 同値は石峰選手が一番決めやすいかなっていうところがあったりしますので、まあ、この辺ぐらいかなって感じなんで、正直、まあ、純正向け選手だなっていう風な段だと思っております。で12球団リアタイオーダーに関してなんですけど、ここだと、まあ、12球団でも石峰選手だったらおすすめかなって感じですかね。まあ、他江藤選手だと守備能力がちょっと不安っていうところだったりとか、まあ、古日の使用感がちょっとなんか人によって合うかはね、ちょっと変わってくるところもあったりしますし、メッセンジャー投手もリアタイ強いんですけれど、まあ、ツースプっていうところはいいんですが、まあ、やっぱり他の先発投手ね、先発しかできないっていう点も含めて、まあ、いっぱいいろんな選手がいるっていうところだと、わざわざ OB で取る必要もないのかなといった感じなので、まあ、正直、石峰選手一択といった印象ですね。あの使い方として、キャッチャーで使うのがおすすめです。レフトとかライトとかになってくると、守備適性も低いし、走力もかなり低いので、かなりね、守備のところで、狭っていう風に感じてしまう可能性が高いので、まあ、そのキャッチャーでの起用がおすすめっていうところですね。で、特に代打からのね、第二捕手っていうところが一番おすすめです。特殊能力もしっかりはっきりきて、バッティングの使用感はかなりいいと思いますし、守備面は盗塁されないのもしょうがないといった感じの能力なんですけれども、まあ、比較的延長に近いとかいう感じで、まあ、守備機会も少し少なくなってくるっていうところがね、第二捕手であればあると思います。タイブレイクだったらもう基本的に盗塁の心配って最初からはないと思いますんで、まあ、そのあたりは使い勝手はね、別にいいんじゃないかっていうところで、代打だけというよりかは、まあ、せっかくなんでね、補修も使っていただいて、まあ、守備要員とかの枠を減らすとかな、そんな感じの使い方がいいと思っております。まあ、なので、純正だとね、折り純正を石峰選手は必須級でね、僕も純正メインでやったら絶対取ろうかなというふうに思ってましたが、まあ、ちょっと12球団のね、補強がまあ優先になっちゃってるので、まあ、泣く泣くちょっとね、今回取れずといった感じになっております。あと、広島江藤選手は純正も必須ですし、まあ、牧原選手はちょっと状況によるかな。メッセンジャー投手取りたいですね。若松選手も取りたいし、っていう感じかな。田中選手はちょっと惜しいかなってとこかな。はい。成瀬投手もちょっと制球型なので、ステータスは高いんですけど、ちょっと使いづらいといった印象ではあります。まあ、最低限球威型に持っていける方かとかね、制球型余裕のある方みたいな感じの方が取るといった感じでしょうか。まあ、そのあたりが S ランクの今回のおすすめ選手だと思っております。で、A ランクの獲得おすすめっていうところで言うと、選択契約書はね、今回2枚あると思うんですが、もし累計で欲しい選手が当たらなかった場合どうするかっていう話です。その場合で言うと、まあ、来年以降ね、また登場した時に獲得するときに、A ランクね、その時あれば限突結構余裕が持てますので、そういう風に使う、来年以降用っていうところが、主な使い道かなっていうところなんですけど、まあ、正直無理して準備するほどではないので、まあ、強いて言うならば、秋山選手のセーブバージョンで取るならばっていう感じかな。セーブ純正の方とかね、その他球団版で出た方が、まあ、結構能力も変わってきましてね、いろんな適性もあって僕も持ってるんですけど、まあ、最悪12球団オーダーでもリアタイだとね、ダイソーと守備要員としてかなり使い勝手がいいんですよね。セーブ1だと、まあ、盗塁がついてて、まあ、パワーヒプルヒっていう感じなんですけど、レフトとライトも適正も B いけますし、サード適正も D やって、補給も結構高めなので、サードでもね、悪くもないといったところで、いろんなところで守らせてかなりね、そういう意味では使いやすくなっております。
まあそんなところが主なところかな。めちゃめちゃ強いて言うならば一応この駒田選手がね、ファーストの守備だけ4位っていう感じでリアタイで使うとか、そのぐらいになってくるかなといった印象です。そんなところですね。まあリアタイにおいて今回の投手だと一番強いのがメッセンジャー投手で、2番目が金戸投手がね、使い勝手によってはって感じだと思うんで、まあリアタイ勢の方はこの2人ね、純正の方だったら取りに行くべきかなといった風には思います。そのあたりが獲得おすすめ選手でございまして、ランキングの話をしていこうと思います。まあ、今回狙い目で言うと、まあ、まずは、まあ、選択 S ランクと選択 A ランクの手に入る1000位、こちらの紹介、あと5000位ですね、選択 S のライン。で一応この1枚の紹介と、今回は OB の選択契約書 A ランクもね、一応4枚でありますので、このあたり4つ紹介していこうと思います。前回のバッティングトラベラーが TS2 段の時だったんですけれど、その時の48時間経過した時のペース比較っていうところの紹介になります。前回との比較で言うと、まあ、大体全体的に 0.8 倍ぐらいのペースっていうところでね、緩めになってくれてるっていう感じになっております。まあ、なので、このままのペースでいくと、前回と同じような伸び方をした場合で言うと、最終着地はこのぐらいになるっていうのが一応目安にはなっております。まあ、ただし、これは完全なる比較ではないのは、まあ、ご了承ください。早めに土日が来るとかね、後半に土日が来るとかによっても変わりますし、選手のラインナップによっても変わりますので、その辺はご了承ください。まあ、今後も変動があると思うんでね、また紹介はしていくんですけど、このぐらいになってますね。で、商品ラジに関してなんですけど、すでに結構周回してる方のデータをね、6人ぐらいはいただきまして、その方の見ていきますと、だいたい1エナジー消費あたりで、まあ、1500から、まあ、うまい方で1800ぐらい稼げてるかなといった感じになっておりましたので、それで言うと、商品ラジどのくらいなのか、各最終着地ボーダーに合わせて紹介するとこのようになっております。まあ、とりあえず選択 S の手に入るところに関しては1000エナジーかからないぐらいでね、今んとこいけそうかなみたいになっておりますので、自動が増えてしまうと超えてしまうんですが、なるべく自操作をね、メインでやってる方であれば1000かからずっていう感じになってくるところが予想されております。まあ、なんでガチャかランキングどっちにするかって微妙なラインかなっていう感じですかね。まあ、ちょっと1000近くなってくるとコスパ悪くなってくるんで、まあ、ちょっとギリギリなラインかなといった感じですね。まあ、エナジー節約したい方はランキングっていう感じです。まあ、ただし、まあ、ガチャに関してはその欲しい選手プラス59枚ね、他の引きも期待できます。まあ、30レム目 OB 確定っていうところがあるんで、まあ、そこの引きも含めて、まあ、エナジーちょっとね、余裕があってどっちにしようか迷ってる方だと時間も浮きますし、まあ、ガチャでもいいのかなみたいな微妙なラインかなというふうに思ったりしております。でそのプラスで選択 A ランクも手に入るというところを目指していくとなると、まあ、ここに関してはプラス200もしないかなっていう感じになってますね。まあ、プラス150とか、そのぐらいで取れそうな感じもしますので、まあ、全然狙ってもいいのかなというふうに思いますんで、余裕のある方に関しては、卒コーチ節約も含めて狙ってみるといいと思います。で、ラスト4枚の選択 A ランクの OB 契約書なんですが、ここに関しては200エナ以上かかりそうな感じになってますので、まあちょっとコスパそんな良くないかなみたいな感じがするんで、よほど凸コーチが少ないよっていう方じゃないと、まああんま無理しなくてもいいのかなっていう感じですかね。まあ凸コーチガチャ来るのを待ちましょうっていう感じになります。まあ去年ね、あの12月、1月、2月とか結構その期間はずっと来なかったりしてたんで、まあすぐは来ないかなっていう感じなのが予想されるんですけど、まあ今後来た時にね、ガチャを引くためのエナジーっていう分で温存してもいいのかなとは思ったりもしております。まあ今、凸コーチがどのくらい余裕があるのか次第っていう感じだと思います。で、ラスト、シナリオプレイも今回始まっておりますので、しっかり毎日ね、2つのね、シナリオをクリアしていってください。で、こちら得点が使えますので、スタミナ回復ね、普通にやってる方はね、やっていってください。で、ランキング走ってる方に関しては、試合数がかなり多くなってくると思いますんで、そういう方に関しては 1.2 倍が始まったら、経験値アップを選んでいただく方がおすすめかなっていう感じですかね。まあ、ガチャかランキングでっていうところの比較では、やっぱりその、育成もできるっていうのがランキングのメリットでもありますので、そのあたり活かしていただくといいかなと思います。累計TTRの方はスタミナ回復がおすすめです。あんまりそこまでね、格闘経験値が多くないので、はい。早めに終わらせて、まあ、V ロードとか試練とかに戻っていただくっていうのがおすすめかなというふうに思っております。で、今後の経験値アップのスケジュールに関してはこんな感じになっております。やっぱり年末のところかね、1.5 倍とかも始まりますんで、やっぱり今年末 OB4 段がね、予想されるんですけれども、まあ、そちらのランキングかなりね、こちらの経験値アップも含めて、まあ、そのメリットがあるから頑張ろうっていう感じで熾烈なランキングになるかとか予想されますが、はい。まあ、年末ね、どんなガチャが来るか楽しみに待っていきましょう。それでは最後に交換会のラストの結果を見て S ランク契約書開封して終わろうかなと思っております。さあ1位は巨人で出しましたというところで最後の交換会の結果ですね。ガンケル投手、なるほど、ゲント強いんっていう感じですかね。まあ、C2 出してくれるのはありがたいですね。そして巨人は、おお、中島選手、これは TS のスピ解放要因かな。まあでもスピ解放しないかなって感じなんですよね。与えるとしいですね。ゲント強いとして一応保管していこうかなと思っております。いやでもいいですね、今回のようにこういう交換会があるのは毎回楽しみがありますんでね、また今後も毎年やってほしいイベントですね。はい、交換会出してくれた方ありがとうございました。というわけで S ランク引いて終わります。
もうコントロール元の中川さんがもう欲しすぎるんですよね、僕ね、個人的に。大会そろそろ来てもおかしくないっていうところで、まあ、大会での活躍が半端ないんで、スピ3400の中川さんね、ちょっとスピ更新したいのが一番の今の目標です。なるほど、糸原選手ちょっとオーダーには合わないかなといった感じでございました。というわけでまたちょっと動画投稿頑張ります。ちょっと Apex やりすぎでちょっとすんごい頭ずっと痛くなっちゃって、何十時間やったかなっていうぐらい、それは言い過ぎか、はい、っていうところがあったので、ちょっとプロスピ専念して頑張ります。ちょっとね、気合い入れてやりますので、今後もよろしくお願いします。また無課金初心者向けに情報出しますので、チャンネル登録グッドボタンお願いします。 Twitter でも情報とかツイート出しますので、よければフォローしてみてください。概要欄貼ってます。ではご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。